はい、それでは今回は「偶然と必然を見分ける」ということで「たまたま」という本を、紹介したいと思います。こちらの本、人間の偶然と必然を勘違いしてしまう、そんなバイアスについて書かれた本になります。日常に潜む偶然を科学するというようなサブタイトルがあるように、まあ偶然ね、まあ、人間っていうのは、まあ周りの物事を偶然のことを必然と勘違いしやすいんですね。それで、まあ世の中の大きな、まあブランドとかいろんなものができていってると、そういったバイアスを今回知ることによって、今回偶然と必然を見分けられる、そんな目を養っていただければと思います。ということで今回内容について移っていきましょう。まず偶然と必然を見分けるということで、まず一番初めにお伝えしたのは、人間は偶然と原因を見分けられないということですね。たまたま起こったのか、それともそれが原因なのかっていうところが、人間の直感ではわからないということになります。まあ、それだけ言われても、なんかいまいち理解できない、信じにくいかなと思いますので、まあ、例として、例えば、宝くじですね。宝くじで当たった男性がいるんですけど、その男性っていうのが48番が当たったと。で、この48番、自分は夢で見たんだと、この、数字を書いた理由、この数字で当たった理由は、僕が、正夢で、7の数字っていうのを7回連続で夢で見たんだと。7の数字を7回連続で見たから、だから 7×7 で48だというような、話があると。まあ、7×7 は49なので、結局その、それはたまたまだったと。その夢、正夢だったとかは全く関係なしに、たまたまあるのに、その男の人本人は、これは、自分が正夢で見た結果であるというふうな勘違いをしてしまうと。まあ、よくある例ですかね。で、他にも、経営者、これぐらいの、まあ、偶然だったら、まあ、宝くじを買うぐらいだったら、まあ、あるだろうと思うかもしれないんですけど、大きな経営関係の、会社とかでも全然起こります。こういった偶然と、必然での勘違いが起こります。例えば G キャピタルで成功したゲイリー・ベントっていうような経営者がいるんですけど、その経営者、GE の経営をし、GE で経営した後に、まあ別の会社で経営していると。そんなことをしているんですけど、まあ、やっぱり、まあ経営の経験があるため、やっぱり評価されるわけですね。なので、まあ、その人が経営をするとなった会社は、まあ、株価は3倍にまで大きく上がったんですけど、ただ一方で2年で破産してしまったと。だから経営者は有能、もしかしたら有能なのかもしれないですけど、それ実は GE の経営者だったのも、もしかしたらその時株価がその時まあ評価されたのも、実は偶然が結構影響していたんじゃないなと。その菅代で経営者だから会社が大きくなるっていうのは本当なのかっていうところをちょっと考えてほしいポイントかなと思います。はい、ということで、エピソードとして、偶然と原因をちょっとごっちゃにしてしまった例を2つ紹介したんですけど、他にも例たくさんありますので、それについてお話していきたいなと思います。気楽に聞いていただけると幸いです。まず才能ですね。才能が見分ける才能、大体成功できるやつは大体わかるみたいなことよくありますけど、一番有名な例、じゃあそうじゃないよという例として、J.K. ローリング、ハリー・ポッターを書いた人ですね。ハリー・ポッターの一番初めの賢者の石、分厚い、ファンタジー内容の、それまでになかった、大体その時は短編の小説が流行っていたので、それに対して、J.K. ローリングが書いた、賢者の石、ハリー・ポッターと賢者の石、上下巻になっているぐらいの分厚い本だったので、やっぱり好まれなかったわけですね。それで最終的に厩舎にはねられたっていうような、なので、もうどこに出してもダメな状況だったんですけど、でも結局現実としては真逆ですよね。J.K. ローリングのハリー・ポッターもベストセラーになってます。もう誰よりも稼いでいる小説家になっていると。そんな小説も実は初めは厩舎に跳ねられるような内容だったんだよということが、この才能を正しく見分ける能力がないっていうところが、この例からもわかるかなと思います。あと評論家ですね。評論家結構悪徳だと思うんですけど、評論家、ワインの評論家が特に個人的にはやばいっていう内容がこの本で書かれています。例えば、同じワインに渡すだけでも、権威があるかどうか、要はその評価が高いですよと、その誰々さんが高く評価しましたよと言われただけでも味の感じ方が変わるとか、あと、ワインの格付けでたくさんの評論家にメモさせたらバラバラの評価だったりとかですね、一貫性がないような結果になってしまうとか、あと、3つワイン渡した時に 2分の3を同じワインにしても当てられないとか、そういったものがあったりするわけですね。その最悪の例としては、白ワインに着色料を入れると甘く感じたりとか、そういったことが起こるというわけですね。
なので、まあ、評論家も結構ぐちゃぐちゃなんですよと。結局人間の舌っていうのはどうしてもその、前後の状況とか周りの空間とか、そういったものに影響を受けちゃうわけですよね。だから、まあ、人と食べるご飯が美味しいとか、まあ、そういったのも割とあながち間違っていなくて、人間の味覚っていうのは常に同じ状態ではないというところをちょっと意識していただけると、まあ、評論家の意見に惑わされすぎないで過ごせるかなと思います。で、3つ目、経済ですね。経済、まあ、株の値動きとかって、まあ、すごく評論家たくさんいますけど、まあ、要はお金に関する内容って、まあ、もうそのやっぱり我々の生活に大きく関わってくるので、評論家とかの、まあ、どうしてもすがりたくなっちゃうんですね。でも結局、一番実際として、株の先行きっていうのは基本的に分かりません。ファンドの成績、ファンドっていう要は、投資ファンドですね。投資ファンドの成績っていうのは過去5年間と全く相関がないということが分かってます。要は世の中に投資信託っていうのは大量にあるんですけど、その、投資信託っていうのは過去5年間と、過去5年間でいい成績ができたからといって、これから5年間、いい成績が出るとは全く限らないと、全く相関がないということが分かってます。要は、ファンド、だから、まあ、その過去に成功してきた人がこれから成功するとは限らないっていうか、本当にサイコロゲームなんですよね。サイコロを振るだけのゲームなんですよ。だから経済 の、その今後のことを、まあ、もちろん経済学者みたいな完全なマクロでこれから、インフレが起こる、デフレが起こる、まあ、それすらも分からないと思うんですけど、まあ、なんかそのぐらい、そのなんか完全に論理的な部分で話すなら、私もその株の値動きがどうとかっていうところに関してはもう基本的にわからないと思ってもらっていいかなと思います。なので、まあ、そういったものも結構ガセ情報が、その、まあ、必然で起こったって後から言うんですけど、結構ガセ情報がたくさんありますよというのがこちらの、経済関係の話ですね。で、最後は医者ですね。医者も結構直感になります。まあ、医者ももちろんデータでは、分析してるんですけど、まあ、どうしても、直感部分が人間の判断なので直感部分が出ます。というのも、偽の患者とかを、投入した場合に、その人、どうしても医者としては、まあ、その人が、どうしても症状があると、症状があるので、まあ、これ精神病ですね。精神病棟で、偽の患者を投入した時に、医者側が、これは、症状があるっていうふうな判断した場合、19日間も退院が遅れたというふうな、全く何の症状もない患者に対しても、19日間も退院が遅れたというような研究があります。まあ、これも分かるように、やっぱりどうしても人間の個人の、意思っていうのが入ってきちゃうと、こういった、その正しくない判断が出てきちゃうわけですよね。ということで、まあ、今回、偶然と必然を見分けるための方法についてお話していきました。結局今回お話した内容としては、まあ、人間は偶然と必然を見分けられないんだよと、偶然と原因を見分けられないんですよっていう話をしてました。で、どうやって見分けるかというと、要はこういった内容、まず一つ目はこういったその、人間っていうのは正しく評価できないってことを、まず受け入れてもらうのが一番のポイントになります。要はこの正しく受け入れないということが分かれば、我々データに頼りますよね。ちゃんとしたデータとちゃんとした調査を行いますよね。そうすることによって正しく、判断できるようになっていきます。なので、まず、こういったバイアスが存在するっていうことをまずは頭の中に入れておいていただくのが幸いかなと思います。まあ、ざっくりと振り返ってみると、まず一つ目、才能がまず見分けられないですよと。 JK ローリングは跳ねられてます。あのハリー・ポッターの、まあ、ベストセラーの JK ローリングでさえ跳ねられてますよと。二つ目は評論家ですけど、評論家、ワインの評論家とかも結構、まあ、むちゃくちゃですよと。いろんな人にメモさせたら、実は評価がバラバラだったりとか、白ワインに着色料を入れたら甘く感じたりとか、まあ、そんな、結構、まあ、バカ舌とまではいかないですけど、まあ、人間の人っていうのは、まあ、そこまで厳密じゃないんですよというところですね。で、あと、まあ、経済です。経済、今後の経済の先行きは分かりますかという質問ですけど、まあ、分かりませんと。基本的に投資ファンド、ほぼ全ての成績っていうのは過去5年間の相関が全くありません。なので、過去に成績を出してきたからといってそのファンドが儲けるかどうかは分からないですし、今後どうやって株が動いていくかなんてものは基本的に誰も分かりません。で、4つ目が医者ですね。医者も結構やっぱり人間の作業なので、データ元とは言いつつもやっぱり判断が間違っていきます。偽の患者、精神病棟に偽の患者を投入した場合、症状がないにもかかわらず19日間も退院が遅れたというような結果があります。やっぱり人間なので、この人が悪いと思ったら悪いところを探そうと思っちゃうわけですよね。そういったことで、どうしても、なんですかね、判断を誤るというわけです。まあ、人間は判断が、たくさんある生き物、そういったことを理解していただいて、まあ、もし、皆さんが何かを判断しなければいけない状況があった場合、その時にやることはただ一つ、ちゃんと調査することですね。で、そしてもう、その、ちゃんと調査して、それで、とにかく行動する。ということが一番ですかね。で、最後に、トーマス・ワトソン、IBM のトーマス・ワトソンの言葉として、締めたいと思うんですけど、もし成功したければ失敗の割合を倍にしろ。もし成功したければ失敗の割合を倍にしろっていうような、名言があります。
要は回数を積み重ねる以外に成功する方法はないというわけなんですよね。その我々っていうのはその、直感的に決めた内容っていうのが、まあ、理由があったと思って固執しちゃうんですけど、そこを、いかに、まあ、すぐに別のところにフットワークを変えれるか、そこが、成功と失敗を見分ける、成功と失敗を分ける、ポイントかなと思います。ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。